ねえねえねずっち、1たす1はなんだってこう言ってくんですよ。ね、2だろって言ったら、ブー。先月あの信越放送っていうあの長野のテレビ局行ってきたんですよ。で、番組絡みのイベントがありましてね、子供フェスタっていうやつで、子供がものすごい数、まあ来てるんですけど、で、子供にいろんな職業を体験できるっていう、まあそういうコンセプトのイベントで、なんか例えばアナウンサーの体験ができるとか、消防士とかね、あと郵便局員の体験ができるみたいな、そういうイベントで、で、僕は何をやるかっていうと、まず、最初にラジオの中継ですね、今日は子供フェスタに来てますなんてラジオでこう生中継してですね、その後30分のイベントステージをまあやりまして、で、最後にテレビで中継をするっていう、生中継するっていうあれで、で、まあね、結構あったかいアットホームな子供だから、感じでラジオ中継も良くてですね、で、30分のお笑いステージも無事済んで、で、最後、テレビ中継だっていうあれで、で、まずどうしましょうって打ち合わせしてる時に、まずこのステージがあるんですね。ステージで子供と触れ合っててくれと、子供といろいろ何やっててもいいんでこう触れ合ってるところを、リポーター女性リポーターとカメラがこう入ってくるんで、あー根津さんなんて言ってそこで絡んでいろんな職業を体験できるブースをレポートしていきましょうみたいな感じなんですね。で、まあ最初子供とこう絡んでるわけですよ。したらやっぱ子供って面白いですね。まあ小学生ぐらいの男の子がねえねえ根津、1たす1はなんだってこう言ってくんですよ。ね、2だろって言ったらブー、田んぼの田って言うんですね。でも俺らが小学校の頃に言ってたようなやつ、いまだに1たす1は田んぼの田なんてやってんだなと思いながら、それでじゃあさ2たす2はって言うんですよ。またなんかあんのかなと思いながらも4だろって答えたら正解って言うんですね。まあそこはひねりがないんだと思って、ね、でもう一回1たす1はって言うから田んぼの田だろって言ったらブー2って言うんですよ、ね、大人をもてあそぶんじゃないみたいなそんなやり取りしてて、じゃあこの後ちょっと謎かけでもやろうかなんつってお題もらって謎かけやってて、で大人も結構喜んでくれてたんですね。したらあの本当にまだ小さい男の子がお題出したいって言うから、あ、じゃあお題出してって言ったらお尻って言うんですよ。ね、なんだお尻が好きなのって言ったらお尻フリフリとかなんかやってんですよ。で、分かった分かった、じゃあ今お尻で謎かけするなっつって整いましたって言ったところで、あのカメラとリポーターが入ってきちゃったんですよ。どうもどうも根津さんって言ってきて、あら何ですかカメラまで来ちゃってなんて話しながらこう絡みが始まったわけですね。で、まあ生中継だからそこで喋るじゃないですか。そうしたらお題出した子がずっと横でお尻お尻お尻って言ってんですよ。で、あ、僕ごめんなって今本番始まっちゃったからさ、お尻の謎かけ後でやるからって言ってんのにお尻お尻ってもう全然引いてくれないんですね。で、びっくりしたのはこの子がお尻って言いながら俺の股間をグーで思いっきり叩き始めたんですよ。で、バチンって言って痛い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 っつって、バカ野郎やめろ痛いやろっつったらまたバチンって言っててててみたいなやってて、で、まあ僕もね、あのやめろとは言いながらも心の中ではやめんなよと思ってたんですよ。あのめちゃくちゃ受けてたんです、そのやり取りが。ね、で僕も痛いって一回抑えるんだけど、すぐ叩かすためにまた手を外すわけですよ。このやり取りをこうしてて、で、まあ結構それが受けてて、じゃあこっから、各ブース回っていきましょうなんて言って会場をこう出ようと歩き出したんですね。で、会場出るまでずっと後ろでお尻お尻ってあの子どんだけお尻に興味があるんだろうと思いながら、で、まあ生中継が終わってね、楽屋戻ろうと思ったらそのお尻って叫んでた男の子がいたから、おーっつって、僕っつって、さっきお尻の謎かけできなかったからやってあげようかっつったら、謎かけって何って全然分かってなかったんですよ。何なんだこの子はと思ってね。